では続いてとべとべ図です。10月に入りまして、朝晩はまあ涼しくなって秋らしくもなってますね。そうですね、まあ、祭りの秋、スポーツの秋、さまざまな秋がありますが、今回は食欲の秋です。とべ動物園の動物たちも食欲いっぱいです。生きていくために必要な食事、今日は動物たちのお食事事情を調査してきます。食欲の秋、動物たちももぐ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 。まずは動物園の台所を紹介します。こちらの建物、私初めて見たんですけれども、何の建物でしょうか？ここは調理棟っていうところですね。動物園中の餌を管理する、建物です。152種682の動物が暮らすとべ動物園、その動物たちのご飯はこの調理棟から運ばれているんです。そんな調理棟担当のお仕事は、まあ、一番はですね、担当者が使う餌を測り出す、次の日に使う餌をリンゴ何キロ、芋なら何キロっていうのを測り分けるっていう仕事が、まあ一日の半分ですね。決められた量に測った餌はこのように獣舎ごとに分けられます。とべ動物園の餌の量は年間でおよそ200トン、その金額は4500万円ほど。1日の食事代は12万円にもなるんです。それではとべ動物園の冷蔵庫と冷凍庫に潜入していきたいと思います。ここからは鈴木目線カメラでお送りします。こちらに動物たちのお食事が保存されています。わあ、上に大量の食パンも置いてありますね。そしてこちらにはソーセージやキャベツなどが箱積みにされています。これだけあってもたった2日分。とべ動物園では週に3回食料を搬入しているんです。続いてはこちら、冷凍庫に入らせていただきたいと思います。失礼します。うわ、寒い。うわー、凍ってしまいそうなほど寒いです。こちらの冷凍庫は氷点下20度に保たれています。どんなものがあるかというと、うわ、大量に袋が山積みにされています。こちらなんと全てアジだそうです。仕分けされた餌を切るのは担当キーパーさんのお仕事。今切っているのは池田さんが担当しているインコ13羽分の食事です。動物の食事管理において、重要なことって一番は何ですかね？量の管理とかですね、適量っていうのがなかなか難しいんですよね。ここからはとべ動物園の中でも特に食いしん坊な動物たちを紹介します。まずは体の大きなアフリカゾウ。もう見るからに巨体なゾウなんですが、1日にどれくらいの量を食べるんでしょうか？で、3頭1日で、だいたい約250キロ、250キロ、はい、餌を食べてます。餌の量も園内でダントツで一番です。アフリカゾウの主食は乾いた草、芋やリンゴなどの甘いものは毎日のトレーニングのご褒美としてあげることが多いそうです。ちなみに家族の中で一番の食いしん坊は末っ子のトアちゃんだそうですよ。続いてはこちらの子ども動物センターの中にもなかなかの食いしん坊がいるとお聞きしたんですが。はい、それはアブラコウモリです。アブラコウモリ、
あんまり食べる印象がないんですけれども。そうですね、そもそもがちっちゃい動物なんで、あの体重も5、6グラムしかちっちゃいですね、はい、ないんですが、だいたい体重の3分の1、2グラムぐらいの虫を食べてくれてます。60キロの人間ならなんと20キロ、驚きの量です。お食事中なのは今年7月に保護され、現在離乳中の小梅ちゃん。パクパクしている姿、可愛らしいですね。もりもり食べてすくすくと育つ動物たち、皆さんも食欲の秋を満喫してください。いろんな食事事情がありましたけれども、はい、動物たちの1日の食事代12万円、うん、量を食べたらこれぐらいいくんですね。ねえ、あの準備するのが本当に大変ですね、うん、毎日。まあ、でも動物たちがこもりもり食べてくれる姿ってやっぱり可愛いし気持ちがいいですね、うん、こちらも食べっぷり良かったです。はい、食べ食べズーでした。